ショット、オリバのブロックショット、そしてこの切り替え、河村から後ろチャンジャット、よく見てましたね。モリ外でボールを回っていきます。赤穂のシュート決めていきました。今シーズンは新潟は選手を7人変えてきました。森川の外からのシュートを決めています。そして河村から外をリバウンド争い、赤穂ここはよくカバーしていきました。ボールを回していくのは新潟、インサイドコマを使ってくる、2人で止めに行く横浜、いや強い、ね、止まりません。やっぱり切られてしまうと、はい、ここですよね。ここも大場とチャージジャクソン、はい、大場選手が言ってるんですけど、あまりこう意味のないあれっていう感じで、はい、チーム内コート上になってしまうので、インサイドオリバー、もう一度、あ、いいですね、エンドワンです。ここはシュートに行かない川村、川村からキングタイ、決めてきました。第2クォーターのザービーター、ボールの動きっていうのはしっかり共通で理解されてる感じですね、はい、オリバースピードに乗っていく、切り裂いていきました。何か対策を出した方がいいかなと思いますね。森川からアウダステップを踏んで中に入っていきました。そうですね、ここも森川からのパス、そうですね、ここもピックからでもうずれちゃってるので、まあ、モサキが指示を出します。インサイド登板、ちょっと体勢が崩れましたけれども決めていきました。森が運んできてアウダ、赤穂もう一度アウダを使っていく、これが決まります。赤穂のシュート、リバウンドボリス、いや、しっかりフォロー入ってますよね、はい、ちょっとスリーポイント狙っていきました。ただ今度は新潟、モサックがステップを踏んでいきます。アウダがついていきましたが、決めていきました。はい、決めましたね。残り時間は5分を切っています。大場のスリーポイント決めていきます。今日2本目、いや、もう88-58、ここは狙い詰まってスリーポイントを決めていきました。そうですね、マッチアップもちょっとずれてたので、これが最後のプレーになるか。遠藤、スリーポイントを狙っていって、ここで試合終了のブザーです。